はいどうもー、水溜りボンドです。お願いします。では、一応頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。みーでーす。カンタです。お願いしまーす。お願いしまーす。ということで、新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。明けましておめでとうございます。そしてですね、新居でございます。すごい新居来たよ。新居にやってまいりました。騒ぎたい放題。騒ぎたい放題ではないんですよね。新居っていうか、俺の新居だしっていうか、そうだね、僕の家に入ってまいりました、はい、お邪魔してます。トミーハウスですか。トミーハウスができました。慣れていかないと。そうで、ここが撮影部屋になるでしょう。すげえ。まあちょっとね、はい、前のお家よりは、うん、もちろん狭くはなってるんですけど、あ、そうですね。それでも多分結構いいお家なので、見ていきましょう。あ、この後水溜りボンドどうなってくんだろうなってちょっと想像つくわけだね。まあそうだね。で、まあ例年通りピザを食べながら、はい、そんな話をしつつ、うん、やっていこうかなと。そうね、思います。はい、ベースはこの家での撮影が、はい、とりあえず見ていきましょうか。見ていきましょう。あけましておめでとうございます。いや、なんだそのついでに言う感じ。ここはですね、まず、はい、ウォークインクローゼット。すげえ。これはもう絶対に必要なやつ、俺らが。そうだね。で、まあ今後ね、増えていくと思いますし、まだちょっと、ね、整理できないのがね、ゴミ袋に入ってるって状況なんですけど、うん、お、懐かしい。芋男限定のトークライブの時です。はいはいはい。とかそういうのがこうやって全部ここに収納されてるってことですね。いいですね。で、こちら、はい、寝室の方ですね。はい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 。で、ここ寝室ですね。はい、第一寝室みたいな。はいはいはい、はい、一応って感じですね、まだ、はいはいはい、何にもないです。入るすげえ。何にも来てないです、ここは。すげえ。ほんでほんで、ほんで、まあ、ここもちょっとね、今ちょっとどうしようかなっつって、今後寝室にしていこうかなみたいな、はい、思ってます。はい、はい、そしてこちらが、はい、なんとあれですね、ん、洗面所です。洗面所ね。すごくない、このデカさ。あ、で、ここがあれです。ちょっと、ここがシャワールームですね。ちょっと今誰か入ってる。え、誰か入ってるってこと。大丈夫、大丈夫。まあ、ちょっと危な、危な。すいません。はい、まあ、まあ普通になんかシャワーが浴びれるよって。あとね、うん、はい。ほんで、リビングがこちらです。リビング出た。リビングですよ。じゃじゃじゃーん。うわ、めちゃめちゃ、めちゃくちゃ広いよ。めっちゃ広リビング、これはやばいね。まあなんかいろいろできるかなっつって、はい、うん、素晴らしい。そう、めっちゃいい、ここで、多分前の家は俺この真ん中に敷き入れたんですよ。うん、いや、すごい、こう見るとやばいよ。すごいっしょ。めちゃくちゃ広いな、こう見る。めちゃめちゃ広いんですよ。いや、まあな、俺んちなんだけどな。これ入ることできるんですよ。それはお前どこの家でもできるよ。ああ、うん、この家すごくいいな。枯れとるぞ。俺が寝てんだったら。ああ、俺のこと知ってる。いやいや、水溜りボンドの関東だよ。うん、知ってるよ。知ってる。うん、なんで知ってるか知ってる。なんで。お前の相方だから。うわ、そうだ、知ってる知ってる知ってる、うん、で、もう一個知ってるような知ってる。あ、別居しますって言って、もうみんなに説明して、結果として、いや、家借りれなかったんよ。いねえんだよ、そんなやつ。え、なんでさ、審査めっちゃ欲しいの。なんでお前こんなでかい家借りれんの。俺マジで家借りれないの。どこにさ、うん、戸籍みたいなの置けばいいの。いや、それはお前実家に置けよ。実家やばいだろ。てか、なんなら俺の方が忘年会とか行くから、お前の方がいるやん、家。家にいる人だからね。お前家決まってないじゃん。撮影ができる家探してますと。いやいや、俺借りれてる。いや、それはさ、なんかさ、うん、髪が長いとかそういう。いや、違うだろ、髪長いからここは借りれてないだろ。いや、まあ本当に家借りれてないの違うからね、本当に。はい、家ないからね、お前。ここの家の鍵は持ってるけどね。いや、そう、ここの家の鍵は持ってるけどね。いや、そうなんだよね。はい、そしてここが我が家のキッチン。すげえ。アンドダイニング。まあちょっとなんか木なんですよ、全体的に。なんか前の前の家にちょっと似てるね。そう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 、ちょっとなんかね、やっぱまあなんか落ち着いた雰囲気でいいかなっていうのと、うん、めっちゃいいなぁ。いや、本当にちゃんと借りるんで、うん、それだけはグッドお願いします。なんでそれだけはグッド。
素晴らしい。まあおおよそこんぐらいですね。うん、なんかそんな、なんか映しない部分もあるんですけど、まあ大体こんな感じです。そうですね。ということで、はい、新居恒例、はい、ピザパーティー、よいしょ。まあまあゆったり話しましょうってまあそうですよ。まあ新年一発目、はい、俺が俺らん家だぜってことですよ。いや、お前んちじゃないぞ。俺ん家じゃないです。いや、お前んちじゃない。俺んちじゃないです。な、はい、俺んちはないです。お前んち、ないわけない。なんでないの、マジで。頑張りましょう、これからも。2020年頑張りましょう。めちゃくちゃやんなや。はい、乾杯。はい。うまっ。おいしいわ。これ食ってない？お前、いろんな色あるやつの中でこれ一枚全部これ入ってるやつのこれ食ってるわ。同じの食ってた。年は多分激動の1年になると思いますね、うん、今日の深夜オールナイトニッポンゼロ、いや嬉しい、マジで。いやマジで今日だぜ、今日の夜、すごいことですよ。ちょっと前まではやっぱ YouTuber は YouTuber で活動してようっていう気持ちもあったし、うん、僕自身もまあ、トミーも、うん、まあ、YouTube やるぜっていうさ、うんうんうん、時期だったじゃん、うんうん、で今ももちろんそうなんだけど、でもやっぱ YouTube から一歩外に出て、うん、YouTuber ってすげえぜとかもさ、うんうん、やってもいい時期に入ったのかなと思うの。デミサイモンドっていうコンビとしてのエンターテインメントの幅はすごい広がっていくんだなって認識したんだよね。まあ、あと基本的に新しい挑戦はちょっと批判されるっていうのもちょっと理解してますよね。それを認めてくれる人もいるし、うん、でそれをやっていかないともう俺らは楽しめなくなっちゃうからね。そうだね。もうそれは俺らはやる人たちです、うんうん、何年か前から挑戦するぜってよく言うようになったけどさ、そうそうそう、一番 YouTuber の中で形変わりつつ進んでるからね。そうね。もう俺しっかりしてると思ってたのよ。してないよ。してないのよ。ライト運ぶときに、うん、トミーの車にボンってぶつけてるし、うん、そうね、うん、とかさっきもマネージャーさんにあしらわれたりとか。何するマネージャーさんにインド人って嘘ついてあしらわれたりね。なんでこんな人になっちゃったの。おもろいことやるぜってもう、そうやんないと。早く決めないよ。どういう家を希望してんの。まあね、こう選んでもらってたけど全部ね。俺はずっと言ってる、うん、どこでもいい。そんな人いないよね。どこでもいいって言ってんのよ。マジでめちゃくちゃちっちゃくてもめちゃくちゃ大きくても本当にどこでもいい、うん、でも見つかりません。なんでだよ。なんでこれ以上もう検索数を増やす方法ないのよ。もうね、どこでもいいわけだからね、うん、なんでなんでとか言ってる。編集とか撮影をこう分けるようになる。あ、それはねやりたいね。トミーがトミーの家で何してるかとかさ、うん、カンタがカンタの家で何してるかがお互い知らないから話すとおもろいわけじゃん、うん、例えば編集の日にした時に、うん、じゃあ編集して、うん、休みたくてちょっとどっか行くとかでもいいかもしれないし、うん、トミーも打ち合わせめっちゃしててその間にどっか行くでもいいかもしれない、うんうん、ってなった時におもろくなりそうだなというか、うん、話す話が増えそうだなって思いました、うん、そうそう。あとお互いの領域に一切タッチしなくなるから、うん、その領域の話が新鮮になる。確かに。だから水溜りボンドを盛り上げるとか、うん、たくさんの人に楽しんでもらいたいっていうところで2人はずっと動き続けてるけど、うん、まあ、常に同じ方向にずっと一緒にいるフェーズはちょっと終わったのかな、うんうんうん、別々でなんかやることが結果的に返ってくる。まあ、でも水溜りボンドのためにそうそうそう。でもね、それが一番おもろいよね。いや、まあいいですよ、はい、今年もちょっと面白くなりそうですね。おもろい動画をね、いっぱい撮れたらなと、はい、おもろい活動をね、いっぱいできたらなと、その二軸で、うん、頑張っていきたいなと思います、はい、それでは、はい、じゃあ2020年の水溜りボンドも、はい、どうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。ということで、以上今日の水溜りボンドでした。はい、ぜひチャンネル登録してください。また明日、ありがとうございました。